私がもっと東京で売れてて東京速乾当たり前みたいな人間に慣れていれば地方公演もできたわけで、本当にこう私の力不足でしかないんですけれども、今のところは配信とかは考えていなくってごめんなさい。でもなんか記録に残せたらなって思います。撮影許可の有無もちょっと今回は曲が東京ピンクの曲ではないので、もしかしたら権利的に難しいところもあるのかなっていう感じなんですけど、そこはまあ、随時確認して情報が更新され次第お知らせしていけたらなって思います。なんだっけ、あ、でも今日もね、喉マロニーと、喉マロニーとって自分も含まってる、喉ニーとサキチーとリハーサルしたりとかしてきて、なんか不思議だった。全員が自分の大切な人だったりとかするわけで、特にね、サキチーとかはそれこそサキチーがスマイレージを辞めてからさらにね仲良しになったのよ。もともとめっちゃ仲良かったんだけど、アイドルを辞めて仕事仲間じゃなくなって、また新しく友達としての関係がここ十何年は続いてたわけで、本当にね月に 1,2 回ぐらい会ったりしてるの最近。サキチーと普通に遊んでるだけなんだけどね。なのでなんかその今のどマロニーの関係性と通ずるものがあって、私たちももう仕事仲間ではなくなりただの友達に戻るわけなんだけど、私はサキチーとはそう慣れた期間があったことでまたさらに一緒にステージに立てる喜びが倍増して、のどニーともまたいつかね、同じグループとかそういうわけではないよ、いつかまた同じステージで会えたらいいなって。友達としての日々はこれからも続いていくけど、また二人の歌声が私は大好きだから、また会えたらステージで会えたらいいなっていう思いも込めて、なんかその奇跡的なねそこの三人のつながりもあったりとかして、私本当にのどかは後輩だし、にっちゃんはもう初期メンバー先輩かな、先輩だと思うんだけど、なんか2人のことそれ何も関係なしに2人の歌声すごくなんかこうなくてはならない歌声の人たちだなって、さきちーもなんだけどすごい思ってるので、そんな声の人たちが自分のライブに集まってくれることがめっちゃ嬉しいなって思ってます。で結構3人を心配してくれる声とかもあって、 DM とかリプライとかで、なのでまあぜひトークイベント3人でやるとかもさもちろんできたけど、やっぱ歌ってる私たちを見て好きになってくれたみんなには歌ってる私たちで元気だよっていう証明っていうのが言ったらあれだけど、元気だよっていうのを見せれたらいいなって思うので、まあなんかちょうど私のね誕生日が近かったので、2人のファンの人にもそういう姿見せれる機会作れたらなって思って、喉にね改めて出てもらうことにしました。てか出ていただけることになりました。でサキチーも本当にそう、サキチーの歌声はマジでなんかすごくめっちゃうまいし本当にいい歌声なので、このまま一生もう世に出ないなんてもったいないってずっと思ってたんだけど、何年も SNS とかもやらないで表とかにも特に活動しないでね普通に生活を送っているサキチーを久々に出す場所にふさわしい場所を作れる人間には慣れてないなってずっと思ってたの。でもなんかまだそんな人間になれたって過信してるわけではないけど、今このタイミングだったり20周年ってタイミングだったりとか、こういう生誕だったりソロでライブやらせてもらえることになって、なんかその大事な仲間たちの良さをもっといろんな人に知ってもらえる場所を作れる自分であれたことに、まず自分はそこをみんなのおかげだから誇りに思いたいなって思って、今回ゲストを呼ぶことにしました。だからとにかくね、もうみんなが一人でも出たくないってなったりとか出れませんって人がいたら叶わなかったこの組み合わせだから、の出てくれた3人には本当に感謝なんです。で今後私はもう新しい道に進んでいくので、こういう好きにアットホームに自由にできるライブっていうのはもしかしたら
ちょっとしばらくは最後になってしまうかもしれないので、これは今しかないなって思って、この今しかない日にこんなに素敵な3人に出てもらえることがめちゃくちゃ嬉しいです。でもみんなに会えなくなることは一切ないので、そこは本当にみんな安心してもらえたらなって思います。はい、説明すべきことは説明したかな、一通り。なので今からはコメント、生誕に関係あることでね、コメント読んでいけたらなって思います。あ、グッズはねちょっとね、まあ、出るんですけど、 T シャツはお願いしている方がいて、もしかしたらちょっと、もし間に合わなかったら受注になってしまうかもしれないんですけど、出ます。特典会はあります。ライブ何時までだろう、多くても2時間ぐらいかな。でも特典会があると結構時間はかかると思います。実はねそんなにね出せないんですよ、あの種類が。これは別に誰が悪いとかじゃなくて、あ、誰が悪いとかはあります、私が悪いんですよ本当に。私がなんか本当にね、ごめんなさい、バタバタしていたのもあったりとかで、なんか出したいって思えるグッズが、納得のいくグッズがなかなか浮かばなくって、中途半端な感じで出したくはなかったので、すごい限られた少ないグッズにはなっちゃうんですけど、すごくこだわって作ったグッズにはなるので楽しみください。まあ何を歌うかはさすがにねまだここでは言えないので、その日までハッピーな憶測はすごくいっぱいいくらでもして楽しんでもらえたら嬉しいです。グッズキャンセルの件はさっき公式がポストしてくれたんですけど、グッズ会社の方の対応待ちなので、それはねお待ちください。ペンライト、そう、昨日そのひな祭りのイベントが、ライブがあったんですけど、台湾でね。あ、そう、その話もしなきゃ。昨日してなかったね。昨日、先日のひな祭りっていうライブを出させてもらったんですけど、ロフトの台湾の企画で出させてもらったんですけれども、もうね、ピンクのサイリウムをもう振ってくれてる人がいたの。私、もともと卒業するときピンクのメンバーカラーだったので、ピンク振ってくれてる人がいると思って、なんか嬉しかったね。でも、もう好きな色を振ってください、サイリウムは。でね、気づいたんだよね、その私、のどかのことも、サキチーのことも、にっちゃんはまた妹とは違う感じ、もちろん、初期メンバーで先輩だから。だから、のどかとサキチーのことは結構ね、妹みたいな感じに思ってるんだけど、その妹みたいに思ってる子が2人ともさ、緑のメンバーカラーで、なんか、その子を表す絵文字が、私の中で2人ともメロンなのね。あ、なんかそこも、もう、なんか、縁を感じます。そう、サクチー黄緑。のどかはネバーランドグリーン。チケット、でもね、チケット取れなかったらどうしようって言ってくれてる人いるけどね。なんかロフトってこう、すごい、ギチギチに入れたら、なんか5、600人入るみたいな噂を聞いたことあるのね。だから、余裕なんじゃないですかね。私が思うに。わかんないけど。売り切れることとかあんのかな？あんまないと思うけど。600は、あ、つるぎさんが見てくれてる。600は入るそうです。本当にね、ここ最近はいろんな人から連絡もらえたりとか、助けてもらえることも多くて。昨日もその、先日のひな祭りで、アーバンギャルドの浜崎横さんに久しぶりに会ったの。私昔から横田さん大好きで、超会うの久々だったんですよ。でもね、もうね、元気って話しかけてくれて、すごいいっぱいずっと喋ってて、なんかもう、なんか困ったことがあったらいつでも言ってねって言ってくれたり、一緒にこれからもなんか作ったりして頑張ろうねって言ってくれたりとか、ライブとか見て帰りたかったんだけどね、ちょっとね、なんか私体調とか崩してて、そしたら横田さん、もう早く寝、早く帰って寝た方がいいよって、気さくに話してくれてね、なんか私すごいやっぱ大好きだなって思った横田さん。なんかそういう人が困ってる時に優しくできる人になろうって私すごい思いました。で、生誕についてなんか質問ありますか？完売したら箱買いの可能性ありますか？ないよそれは。あ、で、13日イベントありますかって聞かれてるんですけど、あります。13日イベントあります。でもなんかどういうイベントにしようかすごい迷ってて、もしかしたら本当にそう、喋るイベントできるのって、まあ、この、ここ数ヶ月ではしばらくお休みっていうか、なるかもしれないから、やることはやるんだよ。やることは決まってるんだけど、ちょっとコンセプト決めかねてまして、なんか今までありがとうみたいなイベントにするのも違うし、なんか別にこのタイミングで特にぶっちゃけたいことも愚痴りたいこととかも
別にね、なんかそういうことを言うための場に使いたくはないから、どんなイベントしよっかなって思っている。でもね、しばらくしばらく会えなくなるって言っても、まあその間に私はちょっととある修行を積んでいろいろやることが、まあ、本当にね言えないんですよ、いろいろと。いい意味で言えないの。だからこれからニュースでなんて言うんだろう、いろいろここ最近は意見をいっぱい言ってきた、言ってしまったけど、なんかそういうのもあったり、いろいろあったりで関わる人が、もう言葉を選びすぎて片言になる、関わる人もこれから関わる人も自分の人生もまた自分のものだけではなくなりそうなのと、またちゃんと守ってくれる大人に出会ったこともあって、もう今後あの件については私はよっぽど否定すべきことがない限りは言わないつもりです。もうどうにでもなれって思うぐらいの気持ちの時もあったんですけど、やっぱり私はまだまだ、まあ、言えないことだらけなんですけど、まあ、楽しみに、めちゃくちゃ楽しみに待っててもらえたら嬉しいです。あ、そうだ、言うことを思い出した、ありがとう、コメントで思い出した。もともとサキチーのことをシークレットゲストにしようとしていたんですけど、タイミングがタイミングなだけあって、なんかちょっと別に好きじゃないけど、なんか野獣馬的な感じで言い方悪いけど来てくださっちゃう方もいるのではないかなって思ったから、なんかそれでそういう人たちが見れて、本当に昔のマロだったり今までのマロだったり、それこそのどにだったりサキチだったりを応援してくれてた人たちが見れないのに、そういう人たちが見れちゃうってなるのが、ちょっと私はステージを作る立場になる今回のライブのあれとしては、ちょっとなんかそれは不本意かなって思ったので、事前に告知させてもらいました。だから本当に今までマロもにっちゃんものどかもさきちーも応援してくれてた人にとにかく見てもらいたい、そんな思いでやらせてもらいました。あ、で今回のライブはちゃんと東京ピンク最後になると思いますが、ライブお手伝いしてとか、お手伝いというかライブ、はい、制作っていうんですかね、やっていただいております。何席ありますか、もしかしたら VIP だけで売り切れちゃうとかいうパターンもあるのでわからないけど、 VIP は売れる限り売ります。あ、でちょっとこれからはみんなの前には出るけど、会って話せるっていうのは特典会とかやることはもしかしたらもうずっとないかもしれません、しばらく。うん、なんか別に匂わせてもあれなので、言えることだけは言うと、アイドルはやめる、やめます。だからちゃんと発表されるときに言葉は出しますが、アイドルの生活にはもう終止符を2度目だったので打とうと思ってます。でもアイドルって別に概念なので、みんなが私をアイドルっていう存在と思ってくださる限りは、心の中でみんなのアイドルでいさせてください。でも活動の内容は変えていこうと思うし、歌は歌い続けるつもりなので、本当にもうこれ以上はすいません、自分だけで動いてることではありがたいことになくなってきそうなので、ここまでですが頑張ります。 VIP と一般の違いは、 VIP はVIP の方からの優先入場になるので、 VIP がもしもね、もし200-300人とかいた場合、その人たちが入ってから一般チケットの入場になるので、 VIP が一番早く入れます。ね、猫毛を吹いた。 VIP のチェキはあるの、 VIP は今回だからチェキではなくって写真にします。プレゼントボックスあると思うけど、本当にもう来てくれるだけでいいので、プレゼントは本当にねいらないですよ。大森聖子さんの名前出さない方がいいのってあるけど、ね、そう、出さない方がいいとかはないです。本当に聖子ちゃんが見つけてくれなかったら、私はゾックにも入れなかったし、気づけなかったこともたくさんあるので、そこの感謝する気持ちとかが変わることはないです。そこの感謝は本当に
ずっとしてます。過去は変わらないので、絶対にいいことも悪いことも、だからよく言えばしてもらったことも変わらないし、何かされたことも残念だけど変わらないし、でも聖子ちゃんの曲に救われた時間があったことも本当で、だから今こうやってできてるし、もちろんゾックに入れなかったらこんな20周年のイベントって絶対できてないので、そこは本当に感謝してます。これマジで言わされてるとかじゃないからね、何があったのかどっちからも聞けなくて悲しい、まあ、結構こっちは言ってますけどね、でもどっちかが言わないってなると言い放題になっちゃうから、こっちもそうだね。あ、20周年イベントに関しては、じゃあそれで言うと忘れてたけど、その日が最後ではないですね。まだまあありますよ。はい、まだこの先もあるので、そこは楽しみにしててください。アカウントは変わらないですね。名前とかはまあ変わるかもしれないですけど、この爪ももうこれだけ匂わせよ。じゃあ言っていいこともねあるので、まだこの爪ともお別れです。地爪でマックス短くします。これちょっと匂わせだった、わかる？でも生誕でじゃないよ。まあ関係ないことをぐだぐだ話してもあれなので、本当に生誕で質問、生誕のことで質問があればお願いします。でもね、言わなきゃいけないこと、説明しなきゃいけないことはいっぱい説明しました。あ、待って、これ反転してるだけで、これ結婚指輪じゃないです。結婚したら相手が大物有名人で、言っちゃダメって言わない限りは公表するから大丈夫です。さっき言って一夜限りの復活ですか。そうですね、その日から別に活動するとかではないけど、まあ歌って楽しいなって思ってさ、もしまた今後歌いたいなって思ったりとかしたら、もしね、それは私も嬉しいし、応援したいし、一緒に何かしたいなとは思ってます。もうね、本当にね、今日言いたかったの、早くこの生誕の詳細を発表したくって、うずうずしてたから、こうやってみんなに発表できたことがめちゃくちゃ嬉しいです。あ、で、言うこと忘れてた、明日から1週間、生誕まで1週間なんですけど、みんなに質問があって、この残り1週間の期間、まあちょっと正直ファイナルの前毎日更新できたのは、なんか私めちゃくちゃハイだったんだよね。だからなんか総モードの自分が頑張って作ってったあれがあるだけで、今回有限、もともとは有限実行とか全然できない、もうズボラな人間なんでできるかわからないですけど、1週間毎日また自分の動画を上げていけたらなって思ってるんですけど、みんなが昨日とかひな祭りのライブで撮ってくれた動画上げてくれてると思うんですけど、それを使わせてもらって自分で編集して動画作りたいなって思ってるんですけど、作ってくれた皆さん使ってもいいですかっていう質問、使ってもいいですか、使ってもいいですか、もし本当にダメだったら DM とかしてね、また作詞投資ですると思います。ありがとうね、使ってください、使うよ、でいいよ、いいよ、俺は後じゃないけどって、お前関係ないかーい、ぜひ DM で送ります。ありがとう、ありがとう、ありがとう。じゃあ、それを使わせてもらって、動画作って1週間毎日あげたいなって思います。あ、あとね、昨日のライブの時、実は、いつも、というかね、最近かな？愛ちゃんの凱旋の動画とかも撮ってくれてたカメラマンの長谷川さんがご厚意で昨日撮影に入ってくださって、動画を撮ってくださって、回してくれてたの、カメラをずっと、その素敵な映像があるので、そこから一曲と少し他に撮ってくださった動画を今編集してくださってるんですよ。それを自分の YouTube のチャンネルにも上げられたらなって思います。DM で送れない場合とかは、もしかしたらギガファイル便とかに投げてもらって、それを DM に貼ってくれたら私がダウンロードできるかなって思うので、なんかもうそういう形でできたら嬉しいです。もし昨日の動画撮ってくださってる方いたら送ってください。ご協力お願いします。1週間盛り上げて、なんとかチケットは完売させたいです。頑張ります。最高の1日にみんなでていきたいですね。今どんぐらいだったんだろう、配信。45分か。7時過ぎても入れますか？入れると思うよ。
めっちゃ人気だったら関西でもやってくれる。ちょっともう追加公演とかはもちろんできないんですけど、いつか関西で自分でライブできるように頑張ります。昔のグッズ持ってくのはあり。特典会は全員ありますか？まずのどマロニーは全員あります。サキチーはわかんない、本人がでもね心配してた。サキチーに久々に会いたい人いるから特典会やればって言ったら、やだよ誰も並んでなかったら恥ずかしいもんって言ってたからね。そんなことないよ、みんなサキチーに会いたくて来るんだよって言っといた。だから本人に任せますので、当日までに決めといてねって言うね。じゃあ特典会はライブ後ですね。はい。昔のグッズで10年前ぐらいもありですかって、本当にいつのグッズ使っちゃいけないとか全然ないので、本当に好きな格好をして好きな色を振って、別にね、出るメンバーにいない色でもそれが好きな色なのならば、その好きな色を振っていいし、その見方にね、ルールはないので、好きなものを着て好きな色を振って好きな楽しみ方で楽しんでください。でも一人でも多くの人に見に来てほしいので、じゃあもう45分やったんで、とにかく3月12日頑張るので最高の一日にするので、ぜひ来てください。明日3月5日22時からチケット百花旅覧 VIP と普通のチケットが発売になります。ぜひお友達誘って、あとね、宛名書き忘れないでね、 VIP の人は。じゃないともう無記名サイン写真になっちゃいますので、まあ無記名がいいよって人は無記名でお願いしますとかでも書いててくれたら嬉しい。よろしくお願いします。あ、でも無記名にしたら転売されちゃうかも。やっぱ宛名書かせてください。じゃあ本当にありがとうございました。で、今日はごめんね、なんかギフトにさ、ありがとうとかさいっぱい言えなくてごめんだけど、説明したかったから。でもいっぱい見てるからね、はい、次はまたありがとうとか言います。じゃあ後でみんな動画送ってくれたら嬉しいです。あ、VIP4 枚買えますけど4人分そこに書いてもらう形になります。それちょっと今ホームページに記載されてないっぽくて、記載してくださいって感じでスタッフさんに伝えてはいます。なのでまた明日からもなんか配信したりとか動画作ったりとか頑張ります。じゃあね、なんか質問あったら DM してください。バイバーイ、ありがとう。あれれ、ご視聴ありがとうございました。